どうも、テラクです。これ手に入ったんですよ。埼玉鬼レモン 9% で、こっち山口県鬼レモン 9% ね、濃さをね、まあ遅ればせながらちょっと見ていこうかなと、濃さチェックやろうかなと思います。じゃあやっていきましょう。まずこちら何でしたっけ、埼玉の方行きます。濃さチェックね、薄い方が埼玉らしいんですよ。薄い方が、果たしてそうかと。はい、こちらが埼玉ですと、こんな感じですね。で、まあ、2缶飲まないんですけど、やっぱりね、チェックしないといけない、比べないといけないから。で、こっちが山口県、こうしてこうですね、山口県と。はい、いきます。山口県注ぎます。注いだ分は飲んで、あとはまあ、どうだ、こっちが、埼玉、こっちが、山口、どうかな、同じグラスじゃないとダメかな、同じグラスじゃないとダメですね、これ。うん、味確認しましょう。埼玉の方、分かった。で山口の方行きます。もう一回埼玉、山口、どっち？内容は全部同じなんだよね、これ。何かが変わってることはない。上から取るか。同じ商品だからな。自分なら味が分かると思ったんですけど、なんだろう、まあ、飲みやすい方は埼玉かな。炭酸があんまり感じられない。酸っぱみがあんまり感じられないか。山口の方が酸っぱさは高いかもしれない。酸っぱさは山口の方があるけど、ただ山口はね、ちょっと飲みにくいか。
そうですね、刺激が強いのが山口で、うん、まあちょっと甘めから入るのが埼玉って感じ。まあ自分の感想ですけど、あの味の違いはまああるっちゃある、うん、まあそんなところですね。あの99点と100点みたいな、どっちが99点でどっちが100点かっていうわけじゃないんですけど、そう大して変わんないですね。うん、ガブ飲みしたらどうなのか。一口、うん、ガブ飲みしたら、いや、あの山口の方がやっぱりレモン系のなんかガツンとくるやつが来てる気がする。まあ個人差あるわこれは。まあ今こんな感じですね。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。失礼します。